Hi everyone, this is Tomo. Thanks for watching. こんにちは、トもです。いつもご視聴いただきありがとうございます。えー、今日は Google Home。この Google Home を使った英語力、特にスピーキング力アップの方法についてお話をしたいと思います。この動画をご覧いただくことで、あなたはこの Google Home を使った英語力のスピーキング力アップの方法を知ることができるようになって、それを実践してスピーキング力アップに役立てていただくことができるようになります。なので、この動画をどうぞ最後までご視聴ください。 えー、僕のチャンネルでは、えー、英語力をアップしたい方、えー、自己成長をしたい方、えー、あるいは将来海外で活躍をしたい方そういった方に向けて日々動画を発信しています、えー、僕の動画をご覧いただくことであなたの英語力が伸びてそしてあなたが将来海外で活躍をするために必要なスキルそしてマインドセットそういったものを身につけることができるようになったり、えー、あるいは、えー、この自己成長のために必要な気づきそして励ましそういったものを見いだすことができるようになります なので僕の動画をご覧いただいて少しでもいいなとかおーためになったなとか思っていただけましたらどうぞ高評価そしてチャンネル登録をよろしくお願いしますはい、えー、今日はですねこちら、えー、Google ホームこちらですね、はい、を使って、えーまあ、デモンストレーションというわけではないんですけれどもこちらの使い方とですね、えー、これをじゃあどういうふうに使えば英語力のトレーニングになるのかということをですねお、えー、話したいというふうに思いますはい えこれ結論から言うとですねフレーズはですねこれあの言うとこれ反応しちゃうんであのちょっと日本語的に言うとですね「Hey」って言ってでその後に「Google」って言うんですよねはいでそれをこう続けて「HeyGoogle」って言うと今これ赤くくるくるってなってますけどこれ反応するんですよねはいでこれが「はいこんにちは」って言いましたけどまあ日本語でも反応しましたねはいであのセッティングがですねうちの場合は 日本語と英語両方こう対応できるようにましてありますので、まあ、日本語で言えば日本語で理解して返すし英語で言えば英語でこう理解して返す返答をするっていうような今セッティングにしているんですね。 Google Home の,その、まあ、基本的な最初からゼロからのスタートの使い方とか、まあ、そういうことに関しては、まあ、この動画では説明しませんので、えーまあ、他の動画等をです、ね、参考にいただいて、まあ、セットアップをまずしていただい,たい,ただいてですね、まあ、そこから、まあ、スタートっていうあの想定でお話をさせていただきますで先ほどの,そのキーフレーズですね Hey Google! あれ反応しないです。まあ、hey Google ですね。Oh, nothing! っていうように、oh, Okay! え使ってですね、えー、それで、what's なんとかとか、how's なんとかとか、要は 5w1h って言われますよね。えー、5w1h。えー、その 5w1h を使うんですよね。えー、who's なんとかとか、what's なんとか、where's なんとかとか、how's なんとか。うんえー、そういったその疑問文を、要は Google h o ームに聞くことによってその答えを出してくれるんですよね。で、なんでそれが英語の スピーキング力、あなたのスピーキング力アップにつながるかっていうとですねこれは正しくあなたが発音しない限りこの Go Google Home はですねあなたの質問を理解しないわけですよだからこそ例えばあなたがカタカナ英語でですね、えー、言ってしまうとこの AI がですねその Google o ームの中に入っているその AI システムがあなたのその言葉を英語 しかもその英語の中のこういう単語でこういう質問だっていうことを認識できなくなっちゃうんですよね。で正しい質問の理解ができないので、えー、答えも正しいものが返ってこないっていうようなことになってしまうんですよ。で逆にじゃあそれを防ぐためにどうするかっていうと正しい発音で発音をして質問をするあるいは会話をする、まあ、そうすることによってこの Google ホ、えームがそれをしっかり認識した場合ですねに、えー、正しい 返答をしてくれるんですよえなので Google が正しくあなたの質問を理解をしてそして正しい回答をしてくれるでそれをそうなった時にですねあ僕は私はその質問を要はその英語の発音がちゃんとできたんだってそこで認識できるんですよねえなのでえこの質問をちゃんとネイティブの発音でですね日本語的なカタカナの英語じゃなくてこう自然にですね英語をこうどんどん Google ホームに いろんな質問をこうしていくことによって自然とその相手にちゃんと伝わるようなネイティブにもちゃんと伝わるような英語の発音ができてくるようになるんですよねで、僕の場合はですね英語を中学校の頃から学んでもうあのだいぶ経つんですけれども今翻訳を専業としてですね働いているんですけれどもこの画期的なこの発明がそれこそ自分が 中学生の頃とか高校生の頃にあったらですね多分毎日使っていたであろうこの素晴らしい <laughs> 発明ですねはい、まあ、これがあの本当に僕が小さい頃にあったらよかったなって今思うくらいですね本当にすごいこの,あの技術が <laughs> 詰め込まれたあのものだと思いますのでぜひですねちょっとその例を示しながらこういうふうにやるんだよってことをですね見せていければというふうに思っていますはい 基本的にまあいろんな質問できてですね、どんな質問でもあの答えれる範囲で答えてくれるんですけど、例えばということで、今回5つぐらいですね、例を示して、ちょっと話をちゃんとしてみてですね、質問して伝わるかどうかちょっと確認してみたいと思います。なので、ポイントとしては、その、併、hey, イ反応しないですけどね、って言って <laughs>、反応してこう点滅したら、 英語の質問を言うとその時にもう準備できてるんで質問をするとでその質問がちゃんと英語話せてたらしっかり返事も返ってくるよ答えも返ってくるよだけどそれが返ってこなかったらまだあなたの英語のスピーキング力がまだまだそのネイティブになり得ていないので、えー、もっと磨いていきましょうっていうような、えー、ポイントなんですねはいでそれをこう繰り返していくことによって自然とそのスピーキング力が上達しますよってことですね、はい、その伝えよう伝えようってこう努力するのではい まず1つ目の質問いきますね。えー、あの今日のちょっと今暗くなりだして、えー、それこそ今夕方6時ちょっと前ぐらいなんですけど、今日の天気はどうですかってちょっと聞いてみますね。で、今自分が東京にいるっていう,こうセッティングで聞いてみます。今日の東京の天気は何ですかって英語で言うと、What's the weather today in Tokyo? なんですけど、それをですね、ちょっと言ってみます。Hey Google, what's the weather today in Tokyo? 今26度でちょっと雨降ってるっていうような回答だったんですけど、まあ、それでこうやりとりができますよね、はい、でこれはじゃあ例えばですねカタカナ英語でやっても、まあ、カタカナ英語でやっても聞き取れてしまうかもしれないんですけど、まあ、ちょっとやってみましょう一応参考までにですね HeyGoogle ああ ヘイグーグルって言ったらこれはならないんですねカタカナでヘイグーグル反応しないですね二回言っても反応しないんでだからそこからまず言わないといけないちゃんとヘイグーグルじゃなくてヘイグーゴル光ってますね What's the weather today in Tokyo? 今日の東京は予想最高気温二十八度、あのー、最低気温十九度で曇りでしょう 現在気温26度雨です、えー、これ今さっき言った英語の返答があったことのまあ日本語バージョンですねはい26度で雨降ってるよっていうようなことなんですけど僕英語で質問しましたよねでもカタカナ英語でしたよねでそれをもしかしたらこの人は日本人ででも英語が得意じゃない人が話している英語だから えー、日本語にしてあげようっていう意図でもしかしたらあえて日本語でこう返してくれたのかもしれないですね、えー、驚いたのは僕が驚いたのは質問理解でできてるんですよね英語で僕が質問して日本語で返してくるっていうような <laughs> あのあのハイテク技をこうあの <laughs> 繰り出してるんですけどあの驚きましたね日本語で返ってきたのがちょっとでまあ質問ちゃんと理解できてるんです,すごいなって思ったんですけどでも英語で返してきてないっていうのは多分その何かその理解のロジックのところで えやっぱり英語ではなくて日本語になってしまってるって多分理解してるんでしょうね、えー、だから今のはやはりこうカタカナ英語だったんで、えー、しっかりした英語じゃなかったってまあ判断できるのでそれをどんどんインプルーブしていって、えー、どん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 今の、えー、What's the weather today in Tokyo とかって何回も何回もこういうことによって、えー、最終的にはこう英語でちゃんと返してくれるようにな,れるなると思うので、まあ、それをどんどん繰り返していくことですよねはい、まあ、1つ目これ天気でした、はい、じゃあ2つ目ですね 今度は交通のことを聞いてみます。えーまあ、東京というセッティングなので、東京の、えーまあ、交通状況はどうなのかということですね、はい、を聞いてみたいと思います。まあ、東京って言っても広いんですけど、まあ、ざっくりした質問になっちゃうんですけど、はいえーまあ、例えばですね、えー、ざっくりした質問なので、まあ、具体的な質問で言うと、例えば新宿から渋谷に行く交通状況は今どうなのかというふうにちょっと聞いてみましょう、えー。新宿から渋谷に行く交通状況ですね。英語で言うと、How's the traffic going from 新宿 to 渋谷 Hey Google, how's the traffic going from Shinjuku to Shibuya? On your way to Shibuya City, there's the usual traffic. The usual route is the fastest. It is 17 minutes by car. I've sent the directions to your phone. Thank you. Anytime. <laughs> はい、こうやってあの Thank you anytime you とかどどんんん応答もでできるんですよねちょっとこれ応用編なんですけど、まあ、何を言ったかというと、えー、新宿から渋谷までの交通今どうなのって聞いたら、えーまあ、17分ぐらいだよで着くよで車で行くとっていうのはまあ返答が簡単に言うとあったんですよねはい、えーまあ、いつものその u u a l TRAFIC 要はいつも使ってるそのやり方で行くと、えーまあ、17分ぐらいで着くよってことだったんですねはいでその Direction 要はその道順を あ,のあなたの電話に送ったよっていえばそのテキストかメール化してくれたんですよねでだからそれを開くとこう道順が分かるようにすぐなるってすごくあの便利なあのこともできるわけなんですね、はい、2つ目交通聞きました3つ目見てみましょう、えー、今度はですね多分ビジネスマンというか特にその為替とかをやってる人が気になる、えー、為替レートですねちょっとやってみましょう、えー、1ドル何円か っはい、えー、これ聞き方はですね What's the current exchange rate for one US dollar?、えー、これも日本,と、えー、日本語と英語ってこうセッティングができてる、まあ、日本の今地域で使ってるよってセッティングしているので、まあ、そのまま円って言わずにですね、えー、for one dollar for one US dollar っていう質問で、えー、押してみたいと思いますはい、えー、言ってみましょう、はい、HeyGoogle 1ドルは110 e ャ e ニーズです。今日6月の15日なんですけど、まあ、それ現在で、えー、1ドル110円ぐらいっていうふうに回答がありましたね。便利ですね。<laughs> あのネットとかアプリとかスマホとかパソコン開かなくても こう目しかも閉じててもこの,この Google ホームに話しかけるだけでえ今のようにこう話すだけでですねあのベッドで寝っ転がって手に何も持ってなくても目つぶってても話して応答が来てあじゃあ今日の為替レートは1ドル110円なんだってすぐ分かるんですよねすごいですよね <laughs> はいこれ本当に便利ですねでこう今え天気まず1個目そしてえ交通状況そして3つ目為替レートをやりましたけどこれはまあ生活に必要なまあ役立つような フレーズを取り上げてみましたこの大体3つがですね常日頃というかあなたも僕もこう使うような情報なのかなというふうに思いますねはい、えーまあ、残り2つはですねちょっと応用編というか、えーまあ、計算1つ入れてですねでもう1つはま地理とか、まあ、地理に限らなくてもいいんですけど時事実問題とか情報とかですよね、えー、事実についてこう知るっていうような、はいえー、ことをちょっと聞いてみたいなと思います えまず2つ,2つ目、4つ目ですね、えー、計算。えー、まあこれ実際に,に使うとは思うんですけど、計算でこう、あのー、やるときですね、それこそ手がちょっと離せないときとかに、片手まで、えー、さっきのようにこう、まあ、目つぶっててもこう話しかけて、えー、答えが返ってくるというような感じなので、ちょっとやってみたいなというふうに思います。えー、まあ簡単な質問で、100×12 はいくつかというような質問をちょっとしたいと思います。はい Uh, what's 100 by 12?What's 100 multiplied by 12?、Uh, そういうような質問なんですけど、答えは1200、1200ですね、はい。そういうふうにこうう質問に言って答えが返ってくるかちょっと見てみたいと思います。はいはあ、やってみましょう。4番目。Hey Google, what's 100 by 12? sorry, don't information about any I that. have これちょっと伝わらなかったですね。えー、ちょっと multiply by 要はあの掛け算、multiplication って言うんですけど、掛、えー、け算、multiplication、multiply by っていう,うにちょっと言い換えてみましょう。はい。Hey Google, what's 100 multiplied by 12? The answer is 1200、はい。はい、正解ですね。1200、はい。先ほど僕が言った1200ですね。はい。 っていう答えが返ってきました。はい、これまあ数字入れ替えても同じなんですけど、まああの、multiply by っていうのを入れた方がいいってことですね。その方がまあ伝わるってことですね。100 m u l t i p l バイ by 12 100。1 0 0る1 2は1200.1200 1200。っていうふうに返ってきましたね、はい。これでしっかり発音ができてるってことになりますね。はい、最後ですね。計算終わって最後、チリ。チ、ま、リ、あ、問題で えー、例えば、まあ、何でもいいんですけど、まあ、チリじゃなくても事実問題とかですよね事実,事実とか、まあ、時事問題とか何でもいいんですけど、まあ、簡単なやつで、えー、首都首都を言ってみましょうね、はいまあ、日本の首都はどこかってちょっと聞いてみましょう、はい、日本の首都はどこかって、はい uh, Where's the capital of Japan? っていうような質問なんですけど、uh, Where's the capital of Japan? 日本の首都はどこ、はい、これでちゃんとこう東京って答えてくれるかどうかですね、はい 見てみましょう。はい。Hey Google。反応しなかったね。たまに反応しないんですね。多分僕の発音が悪いのかもしれないですね。もう一回しましょう。はい。Hey Google。Where is the capital of Japan? Tokyo、ok、is the capital of Japan. a l right. Thank you. You're welcome. はい。ええー、ありがとう。どういたしましてっていうところまで今言ったんですけど、まあちゃんと東京って答えてくれましたね。はい。えー、今まで これまで5つの質問をしてきて、まあ、完全に、完全にというか、あのしっかりこう答えた質問を理解して、ちゃんと英語で5つとも答えてくれましたね。はい、えまず最初は、天気。How's the weather today in Tokyo?2、はい、で二つ目、How's the traffic from going from 新宿 to 渋谷ですね。新宿から渋谷までの交通状況を教えて、それもちゃんと答えてくれました。17分かかるよ。えそして、What's the current exchange rate? 1 u s d い、ベ米ドル何円なのっていう質問ですね。ね、えー、それも110円で答えてくれましたね。ね、えー、そして4つ目の計算の質問。はいえー、What's 100 multiplied by 12?100×12 <laughs>、えー、は 1,、はい、1, って,答えてくれましたね0、えー、そして5つ目。えー、Where's the capital of Japan?、えー、日本 の人はどこですかそしたら、えー、東京って答えてくれましたね。はいえー、こんな感じでですね、えー、いろんな質問をするとこう答えてくれるんですねで。ポイントは先ほど言った通り、えー、あなたの発音が正しければ、しっかりスピーキングができてれば、ネイティブに伝わるスピーキングがちゃんと発音ができてれば、 ししししっっかかりり理解してしっかり返して返くれるだけれども、えー、一番冒頭のですね質問のようにこうカタカナ英語で言ってしまうと理解が正しくされなかったりとか日本語で言う,というように聞こえてしまって日本語で返してきたりとかっていう風になるので、えー、どん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 話しかけて、えー、英語でしっかりこう返してもらえるその率を増やしてですねそれをこう目指すことによって、えー、あなたのスピーキング力はこうしっかりこう相手に伝えようとする力を が伸びますし、えー、それとともにに一緒にですねしっかり相手に伝わるっていうその力も伸びるわけなんですね必然的にはいなのでどんどんそのこの Google Home を使っていただいてですね、えー、あなたの英語力アップに、えー、スピーキング力ですね特にアップにつなげていただければすごく嬉しいなっていうふうに思います、えー、これは英語でですね英語を学ぶ う本当に一つのステップだなというふうにも思います、えー、分からないこと例えば日本の人はもちろん東京なんですが例えばあれイタリアの人ってどこだっけっていう時に、えー、こうイタリアの人ってどこってこう聞くとパッて帰ってくるのでそういう時何が起きてるかっていうと英語で英語を学ぶんじゃなくて英語で何か他のことを学ぶんですね、えー、そういうふうに聞く時に何が起きてるかっていうと英語を学んでるんじゃなくて英語でイタリアの人を学んでるわけですよはい そうすることによって英語をツールとして使うということをこう実践どんどんしていくこと要はインプットとアウトプットですよねこれ他の動画でも繰り返し言ってるんですけどあなたの英語力のアップっていうのはどれだけそのインプットとアウトプットを繰り返し行ったかその絶対量によって変わってくるんですね特にアウトプットの方を70%ぐらいインプットを30%ぐらいアウトプットの方にこう比重を置いて英語力 をこうスピーキングどんどん話すことそして書くことですねそれにこう比重を置いてトレーニングをすることであなたの英語力そしてまたスピーキング力っていうのは飛躍的にアップするんですね、はい、なのでこの英語を学ぶだけではなくて英語でいろんな情報を知ったり学んだり知識を増やしたりしていくことっていうのをこの Google ホームだったり他のツールを使うことによってやっていくことであなたの英語力っていうのは格段に伸びるんですね 最後のさっきの <laughs> イタリアの人どこかってちょっと聞いてみましょう。はい、HeyGoogle,Where is the capital of Italy?Rome is the capital of i t a l y r o m ですね。ローマ、ローマ m e が、えー、イタリアの人だっていうふうに今答えましたね。はいまあ、こんな感じでですね、えーまあ、知らないこととかですね、えー、知りたいことを 日本語語で聞くくんじゃなくてててあえて英語にしてみる要は英語をツールとして使って何かを学んでいくっていうふうに意識を変えながら英語を学ぶことで飛躍的にあなたの語力っていうのは伸びていくようになります。はい、いかがでしたでしょうか今日はこの Google ホームを使って英語のスピーキング力をアップする、はい、その実践力を磨いていこうっていう内容の動画をでお話をさせていただきました。 はい、ぜひですねこの Google h o ームまだ持ってないよって方はですね、えー、まあ使用していただくのをまあ検討していただいて、えー、もうすでに持ってるけどちょっと使い方が分からなくてそのまま放置しているとかあるいはあんまり使いこなせてないとかっていう人はですね、えー、ぜひそのセットアップをしていただいて英語と日本語両方セットアップしてですね、えー、まあ今回のようにこう 自然にこう話すことによって、えー、本当にこう,もうこの Google ホームだけさえあればですね、えー、もう本当に、まあ、ネット環境があればですね、えー、もう自由にこう使える、えー、無限にこう質問ができるような、はいえー、いうふうになってますので、えー、例えばそのこの「HeyGoogle」って言ったあと後に「えー、こう元気」とか「How are you」とか言ってみたりそのいろんな話が もうするのもこう試してみると面白いかもしれないですね。どういうふうに返答してくるのかとかですね。試してみていただければすごく、えー、面白いし、あなたの英語力アップにつながるというふうに思います。はい、えー、どうでしょうか、えー。ぜひですね、これ使ってみてください。はい <laughs>、えー、今回もご視聴いただきありがとうございました。今日は Google ホームで英語力アップの方法についてお知らせさせていただきました。はい、えー、この動画いいなというふうに思ったらですね、えー、ぜひ 高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。はいはい、え今回もご視聴いただき本当にありがとうございました。えー、それではまた。Thank you so much, guys, for watching. See you next time. God bless you. Bye bye.